人に寄り添った車の進化、パーソナライズのご提供に向けて私たちは準備を進めています。パーソナライズとは、まず車を運転した際のスピードの出し方やアクセル、ブレーキの踏み方、ステアリングの切り方など様々な運転データを集めます。そしてこのデータをもとにエンジニアやプロドライバーが一人一人の運転の特徴を分析、ドライバー本人にもヒアリングし、ステアリングの重さや四駆の制御など最適なソフトウェアを反映します。切ったら切っただけ曲がってる感じがありましたか？切っただけ曲がった感じがあって、はい、逆に切りすぎると怖いんじゃないかぐらいの感じです。あ、なるほどですね、はい、ハンドルを重くするっていう、はい、これを通じてその人にベストマッチする一台に車を進化させます。どんどん速くなって、さらにより良い運転方法を提案することで運転スキルの向上もサポートしていきます。もっと踏んじゃって全然大丈夫。減速しすぎるようにして待って踏む。ハンドルはまあ車の動きしっかり感じながら。車に乗る人が100人いれば運転の個性も100通り、一人一人に合わせて車を進化させていく。それが私たちが目指す新たな世界です。